はい、高井養魚場さんの3件、サイズの方が17センチです。お願いします。はい、こちらもまだオスメス分かりませんが、立てるならこれっていうような、おすすめの一匹というか、まあ、個人的に好きなのか分かりませんが、なかなか魅力的な3件だと思います。理想でいない感じです。まず、まあ、紅も当然厚みがありしっかりしている。そしてここの入りもいいです。何が一番この鯉の好きなところというと、この白地からこの出ているこの大きな墨なんですね。この墨の下にはですね、紅は隠れてません。全部出てます。この墨がどうなるか、もう飼って持ってて見てみたいっていうような一匹ですね。だから紅と墨、紅と墨、白地ですね、四段みたいな模様をつけております。サイドです。はい、墨の悪い子はもうこの時点でこうやってやった時に白地から出てる墨はですね、引くことが多いんですが、しっかりとした墨ついてるので、そして前の墨の刺した墨ですねが1枚出して非常にいいです。このまま大きくなったらここが絶対的な見せ場になってくれると思いますので、なんか立てるならこれだというようなイメージはあります。はい、本当にその大きな墨が、このまま残ったら本当にここがですねなかなかいないですからね。白地からこれだけ迫力のある墨が、絵で重ね墨が多いんですけど、将来的にはここが見せ場になってくると思います。はい、どういう風に成長していくか楽しみな一匹です。いかがでしょうか。酒井養魚場さんの3件、搭載で17センチです。ぜひよろしくお願いします。